よし、じゃあね、天井は抜き終わりました。で、問題は、コンセントに直でプラス100ボルトの線を1本丸々使ってる、このちっこいね、この電球が問題。これに1個使うんだったらさ、コンセント増設したいよね。まあ、あとは適当に、白いのは雪じゃなくて塩なんだけど、まあ、適当には、ここも 前の塀ぶっ壊して、多少土を出すので、まあそこに ゴミとか埃出しちゃっていいかなって感じです。まだ通り道だし。で、まあ、あとは、そうだな。まあ今日4月5日、これで終わりです。で、明日になれば焼却炉が来るんで、まあ、バンバンぶった切って、バンバンぶち燃やしていこうかなって感じです。で、あと一番後悔したのが、蜂の巣は1個しかなくて、まあ、多分外から 今あそこ、うっすらね、光が見える通風口を、まあ、塞ごうかなって感じです。まあ、塞ぐのはあれでいいと思う。網戸、100均で売ってるとか、まあ、だいたい、900円で売ってる網戸の網、あれをまあボンドでペッてつけときゃいいやって感じですね。で、あとあれ、通風口の蜂の巣もなんかね、あれですね、通風口の真下にね、めちゃくちゃでかい穴あって、多分そこが巣だったと思われます。で、俺が見たのは文系を作ろうとして、まあ、作る必要がな、あの、気温がさ、あの、冷たく、あの、寒くなっちゃって、途中で放棄したものだったと思われる。いやー、ここまでやっといて、だから、この床を、ぶち抜く必要があるかだよね。まあ、できるだけ金かけたくないんで、それが分かった以上は、まあ、床は、はぐるのやめようかな。でも、まあね、多分、ここはぐれば、ここら辺はぐれば、はぐらざるを得ないっていうのはわかるんで、まあそれまで、なんとか我慢をしておきます。で、あと中、これを見ると、やっぱあれっすね。廃材でこれ作ってるよね。だってこれ印刷あるもん。からな。でね、屋根裏のあの屋根もね、全部ね、コッパとかね、揃ってないんだわ。まあ明日、映すけど。だからまあ、それもそれで。まあ、そういう家でも結構しっかり建ってっから、まあいい参考になる家買ったかなって感じです。はーい。疲れたから、ちょっと今日は寝ます。では。つってもまだ4時ぐらいだけどね。